おはようございます。ベイサイドイングリッシュ英語コーチの中尾雅弘です。今朝も無事朝のビジネス英語勉強会、横浜にて終了いたしました。今日からですね、新しい、方が入られました。本日、お試しで1回出したんですけれども、このまま、ぜひ継続させてくださいということで、ご返事をいただきました。ありがたいですね。その方はですね、年に2回ほどフランスの方に現在買い付けに行かれることが多くて、で実はその相手の取引先の方から、君の英語はちょっともう少し英語をしっかりやり直した方がいいんじゃないかと、もうちょっとこう厳しく言われたようなんですけれども、ご自身はフランス語ももう2年ぐらい習われていて、今回は英語を、普段は英語と日本語をこう混ぜこぜにしながら話していらっしゃるようなんですけれども、今後はきちんとした英語も身につけたいということで、フランス語と合わせて改めて学び始めたいということで、今回参加されることになりました。そうですね、まあ普段、今回初めてこれだけ長い文章を5年ぶりぐらいに読んだということでおっしゃってたので、きちんと長い文章で文章を読んだり話す機会をどんどん増やしていけば、もう自然と、英語は流暢になられると思います。フランス語も学ばれていることですので、その語学や学ぶことに対しての姿勢っていうのはもうすでに、方法論もそうだと思います、お持ちですので、あとはもう時間の問題というところですね。大体何でも最初のステップが一番大きいんですけども、それを決める、そのステップをその壁を越えるかどうかを決める、そこの道を決めるときが一番大きなエネルギーがいりますし、ストレスも一番大きく感じます。でもそこを越えてしまえば、あとは行くだけだと思えるようになってさえしまえば、あとは周りに一緒に同じように楽しみながら、もしくは楽しみながら学んでいる方もいらっしゃいますので、一緒にあとはそこを歩んでいくっていう形が、勉強会の理想かなと考えています。これからもいろんな意味で周りの方も、語彙を説明したり、分からないところ、難しいところをお互いにこう助け合いながら、学んでいけますので、間違うこととか、その詰まったり途中で分からなくなることを恐れずに、どんどん、その方も含めて発言していただけるように、やっていきたいと思っています。もし、そういった形で英語を改めて学び直したいですとか、気楽に、間違うことを恐れずに話せるような場所があればと、お探しの方がいらっしゃいましたら、お気軽にご連絡いただければと思います。それでは失礼します。今週も頑張っていきましょう。